ムッシュ行きましょう。まあこの矢印なんでしょうかと。ウィーンツンツンツンと。なるほど。わかりました皆さんこれ。扉が動きましたと。また嫌な組み合わせだな。嫌な組み合わせこれ。アーマーからかな。嫌な組み合わせなんですよね。リビングアーマーは硬くて倒しにくい。後ろのやつも硬くて倒しにくい。まあ要はみんな硬いっていう。3体で魔法もそんなに通用しないと。これニーナここにそうかニーナじゃないのかもしかしてここに来るのはそういうことですかこれ。妊婦は連れてこれないからそういうことか。はあ、よくできてるなあ。よくできてるわ。あいつ後ろのやつ攻撃力もとんでもねえからな。これ50とかじゃなーって感じだよね。そうですよね。そんなにだから結局そうだよなニーナ、うん、そうなんすよね。ニーナが気力で使えない。回復は確かにできるけどもまあ回復しない時もあるし。そうかそうなっちゃうんか。まあ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 仕方ないか仕方ないか。で扉が動いたんですよ。で右を押すと右に扉が行ったと。で左を押すと多分扉戻ってくるんですよね。そこにあった扉が。でこれ多分何もないんですよ。あ違う開いた。あ何もないんですよ多分。ほら出た。おいすごいビンゴさすが。でこれを押すと右に行くわけですよと。でこれで右に行くとまちょ待ってどういうこと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 なになにこれ永遠にむちゃくちゃ押した分だけ何の CM？ もらえるのはあなたが押した分だけ。いや移動すごいしてたな。よ3回ぐらい。いやちょっと上いたまんまだとどうなるのかなって思って。結構奥行ったぞ。ってことは1回押した時と2回押した時3回の時とかあるってことなのかな。今多分3回ぐらい行ったと思うんですよね。限界はどこなんだってちょっと聞きたくなっちゃう。限界はないんか。謎ですね。マレクターはちょっとやめてほしいんだよな。ちょっとやめてほしいんですよね。よし必殺出ている。必殺出ると嬉しい。よしもう一回もう一回。あーいけるか。いけたーナイス。でも必殺出たなこれ。ダメージ一緒だったな必殺と。だいぶ右いったよこれ。まあ下行くとまた上と下ですか。右、ああそうか、あそこの教会から右にぐわーって行ったってことか。これデモンスピリット先行った方がいい気がするね。そういうことですか。先に倒せるでしょこっちの方が、なんだったら運良ければ。で痛恨とかも来ないから、そうですよね。まだ脳は冴えている。避ける。よしよし。これでニーナの AP が戻ったんでちょっと安心。ボッシュもね、言ってレベルあと5の差があるので、上がればそこそこいける。まあ、今でも2回攻撃でそこそこ頑張ってるんでいけると思うんですよね。完全回復しちゃうか。いいね、かわすね、川島さんですよ。よし、ナイス。これで完全回復してればニーナが回復に元気玉使える位置に行くんで、魔法でもっとねドカンと一発強いの欲しいんですよね。それこそ200とか与えるような、まあそんなうまい話はないと、そういうことにしときましょう。グレイゴル来た、言ってたら来た。なんか強そう。ガダブレラの上、グレイ恋に恋焦がれ恋に泣く。よし、氷の牙だと。ああ300いったな、ランド。いいね、強くなってるのいいね。だ右行くと大教会にさ、お宝箱近づいていくんじゃないのと。今さら1000かよ、今さら1000かよ、1万置いとけよそこは。ちょっとこいつにグレイゴル使ってみましょうよ。あそうか、グとレイゴル早いな、早いな打つの。おわーかっこいい。そこまでの威力じゃなかったけど、もっと200とかのイメージあったけど、まあまあまあ強いよね。まあ強いよ、全体だから。でしかもね、スワーっての氷からの狼っぽいやつ、かっこいいわ、いいわ。よろしいがな、よろしいがな。よし、行こう行こう。じゃあもう突撃でいいよ、もう。ああ気力か。ニーナは一旦気力やっとこうか。あれもう必殺、もうみんな必殺やっちゃう、倒しちゃうか、これ倒しちゃうパターン。いいね、いいね、倒しちゃうパターン乗ってきてるね。おっつ。いやいや、だから1000じゃないでしょ。1000ギルじゃないでしょ。ギルって言っちゃってるけど。1000ギルはひどいよ。1万銭置いといてくれよ、そこはせめて。ねえ。ですよね。なんでわざわざ下来て1000銭なの。分かってれば来ないよ。分かってれば来ないよ。RPG、まあ、プレイしてて、100人プレイしてたら、100人中どうかな、この戦前に取りに来る人多分取りに来ない人の方が多いと思うんですよね。多分100人いたら130人ぐらい取りに来ないと思うんですよね。なのでちょっと置き方の問題かなってそう思いますね。さあ突撃でボッシュに攻撃が来ないことを祈る。これ確か呪いよく分かれないんで放置してても大丈夫な気がし、大丈夫でしたよね。どこでしたっけ、魔女かなんかの塔で結局もう呪いがなくなっちゃっ、呪いを消すアイテムなくなっちゃったからって放置しててもなんやかんやで大丈夫でしたもんね。ちょっと放置しといてみましょう。あと1個ねあるんですけど、呪いを解くアイテムが、まあでも使わないで放置しといて、行こうかなと。マジかこれマジにこいてんのだと。プレイゴール17か、まあまあまあ使うか。ちょっとでもね先に、おわかっこいい、威力威力、いや強いっすよねこいつ。結局強いわ。速いし速いしさん、速いし強い。まあでもこれで1体倒せるのか。まあチリ積もですか。チリも積もればのダメージでいけてるだけか。もうちょっとね強くなると楽になるんでしょうけども。まあ最初序盤からだけどレベルが足りているのか足りていないのかよくわからない状態が続いてますものね。そのタペタのとこの魔女の塔もうこんな感じでしたもんね。とにかく回復アイテム買い込んでいって呪いとかはもうお構いなしに行くと。それでギリギリ間に合った感じだったので、エンカウントすごいわ、すごいよすごいよ、エンカウントが。こいつはまだマシ。よしいける。一旦で1体ね、4人がかりで、もう4人がかりで1日接待してようやく契約までこぎつけると。OK、 まあだからこそでも経験値はデモンスピリットの半分ぐらい。まあ言ってしてしまえばこれ作業なんですよね。結局エンカウントとの進めては、あ違うリビングアーマーか、進めてはエンカウント、進めては戦闘っていうところで、何の変化もない、まあ、レベル上がって魔法を覚えるとちょっとテンション上がるなぐらい、それです、それですっていう。ほら、呪い受けててもそんなにわからないでしょ、そんなにわからないんでね。まだ呪いかかってるのバレてないって言うんですけど、俗に腐ってるってのは相手から見て多分わかると思うんですけど、ほらあいつ分かってないもん、呪いかかってるの。これ分かってないからテッシーに呪いをかけてくるんでしょう。分かってんのはあの呪いで上で、まあ呪いの死神かどうか分からないですけど、呪いかけてるあの死神の顔、あいつだけが分かってるって、俺こいつ呪ってますと、呪ってますっつって信号をずっと送り続けてるけど、リビングアーマーとかね、敵には届かないっていう。悲しいな、悲しいよ。それはちゃんとやってますっていうのはね、全く届いてない。呪いをやってるからぽいとこ来たな。まあまあストレートに行きましょうか。完全にボス戦ですからね、これ。これでボス戦ないっていうのはほぼない。この感じ、この感じでボス戦ないっつったらもう目飛び出ますよね。もうよもやじゃあエヴァ教和解しましょうと、皆さん解放しますよと、それで私の命はどうかと、どうか許してくださいと、免じてくださいと、和解を持ちかけますと。そんなこと言われたらもうびっくりしますよ。逆に怪しい、逆に怪しいわ。そんなんなったらまあ戦闘ですよ、ドンパチですよ。 RPG の醍醐味、ドンパチ戦争ですよ。直接対決。よし、マインドブラストみたいなやつ、体と手が分かれて、なんか魔法強そうなぽいやつ、いわゆるぽいやつで、まあ最終ラストダンジョンとかにも出てきそうな感じは、雰囲気はあるよね。で強い魔法を使ってくるって、うん、でも実際強くないけどこいつはね、ペポーパしか使ってこないから、まあ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  OK だとして、さてどうするか。まあ清めのつゆあと1個なんですけどね、使いますか。もうちょっと近づいてからにしようか。もうちょっと近づいて、ここぐらい。ほら敵出た、危ねえ危ねえ。リビングアーマー出た、よかった、使わなくてよかった。こいつに呪われるわ。マインドブラスターとにかく倒す。で多分また呪いやってくると思うんで、まあやってこないと。ニーナが硬くなってるのがいいですよね。後ろに攻撃されて80とか食らってたんじゃね、ちょっと体勢がね、なかなか危ういと。ボッシュも素晴らしい。あの武器屋のおかげですね。なかなか硬い状態でいけると。武器をね、もうちょっとね、強いの置いといてほしいね。なんか、ヘビーツインボーとかね。名前はどうでもよくて、2回攻撃で強いやつ。よし。じゃあ、いきますか。これは完全なるボス戦でしょう。知恵の実使うか、これ。テッシーのさ、サンダーがさ、サンダーパピーですかね。これなんか新しいの覚えられてそうだよね。なんかどっかでいけてるような気がする。なんかそんな。ちょっと元気玉はもったいなかったけど1個使って、2個使ってこれであとは知恵の玉、根性玉はちょっと決心使っとこう。知恵の玉はもうニーナに使うかね。あ、どれどれ、あ、道具整理整理。よし、行きましょう。おお、来た。ああ、見つかってしまいましたか。あなた方、単なる盗賊ではないようで、強盗か。エヴァ教に恨みでも。おや、気を悪くなさいましたか。でも私が何をしたというのです。私は信者を募って大教会へ連れて行った、それだけですよ。何か悪いですか。まあ確かに確かに。何も言わない。信者たちは皆大教会に行きたがっていた。だから連れて行ってあげたのに、みんな心がズタズタになってしまいましてね。エヴァの神のあまりの力強さに普通の人々のみすぼらしい魂は耐えられないみたいですね。急にこれ、はい、紫のドラゴンですか。はい。おっつ、トゥン、出た、トゥン。牢屋に入れておいた人を見ましたか。彼らも大教会に行くのです。見てない。見てないんですわ。ああやって閉じ込めておくと、そのうちに狂ったようにエヴァの神を拝み出すのですよ。強い祈りは我が神にとても強い力を与えるのです。おっつおっつおっつ、前哨戦か。出た、護衛。これはどうなんだ。いや、いったい行こう。いけるかな。ですよね、無理ですよね。いや、やってみよう。この護衛のさ、この格好のやつにはさ、恨みがあるもんでね。何の恨みかと。まあ、1からね、ご覧いただいている方はご存知かと思うんですけど。1の時の竜、まあ、テッシー主人公とニーナ、2人目の仲間がニーナだったんですよね。ニーナが仲間になって、さあ町行こうかっていう2人旅のところだったんですね。それでこいつと出会ったんですよ。でこいつの攻撃が、まあ、腐ってしまえと、まあ、腐り攻撃やってきたんですよ、要は。そしたらテッシーもニーナも腐ったんですわ。でも防御力ゼロ、もうすっスカスカになって、こいつの攻撃受けて、なんかすげえダメージ食らって、2人とも一撃で死亡したと、全滅したと。まあ、そこまでだったらまあよくある感じじゃないですか。いいんですけど、全滅するとセーブポイントまで飛ばされる仕様だったんですね。そしたら飛ばされたのがそのニーナを助けた塔だった塔みたいなとこだったんですけど、そこでセーブしちゃったもんですから、めちゃめちゃ遠くに飛ばされて戻るのにすげえ時間かかったっていう、あれはちょっとねーっていうで嫌な思い出として残ってます。はい、えぐって思いました。まあ多分そんなとこでやられないでしょと、普通の単なる戦闘だしやられないし、それロメロ村ですよね。それ一旦村戻ってセーブするでしょって思ったんですよね、多分スタッフさんね。まあまあそうですよ、普通そうですけど、まあまあセーブしてなくてと、なぜかダンジョンのとこでセーブしてたとすげえ戻されておーいってなったんですよね。いや、いい思い出ですわ。こいつらは HP がかなりありますね。ただ今までのねリビングアーマーとかと違って柔らかいので、まあ、やりやすいですね。ダメージが通りやすいので楽っちゃ楽。もう行ったんじゃないでしょうか、これ。ああ、まだか。全然大丈夫。決めちゃってください。よし。着付け役か。着付け役じゃ許せんぞ。ありがとうございます。皆さん、彼らを殺してくださって。死者の魂は、エヴァの神のもとへまっすぐに向かい、神の力になるのです。さあ、次は皆さんに神の力になってもらいましょう。もう完全に言ってますね。そんなことで、ひるむとでも思ってるのかと。いや、でもボスとしてはかっこいい。ネクロマンサー。職業が名前になっちゃってる。まあそうっすね。これはちょっと待ってちょっとちゃんとしよう。アップリフ、まあ、とりあえず一発もうかましちゃって、いや最後の方取っとこうか。でランドは特にないので攻撃、まあそう、そんな広くないんですよね、戦闘の能力は。ちょっと2が減ってるんで一旦回復しよう。ワース。いやこれは俺、あーですでしたっけ、これ。でもそう簡単には効かないでしょ。94、まあそこそこですね。これは強いよ、ミカテクト。硬いダメージは入っている。じゃあもう行くだけです。ゾンビアタック。そう、体腐っていくと、まあ、氷が効くか、まあ効かないと一つ一つ試していきましょう。ボッシュの攻撃は当てにならない。なるほど。ではヤクリで回復しよう。じゃあまあシェザーガですか。体腐らしていきますね。まあ死神、死体にするというより腐らせてくると。焼くっていきます。まだ回復は間に合うだろう。あんまり気がパターマまあファイヤーは炎系はゾンビ系に効くっていうのがあるけど、おーし効いたんじゃないこれ。確定必殺だったんじゃない今の。確定必殺っぽいの来たけど、ここは一旦回復。うわーやばい。ニーナが腐りましたね。よし、強い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 、必殺強い。まあまあ単調ではあるけど、単調ではあるけど順調。単調順調。うん。何した？ああ、レクターか。このままいけば倒せてイベントを見ることができますと。あ、でもニーナ連れてきて正解かもわからんですね。パダーマで結構圧倒できる。痛恨が大きい。痛恨、まあ、会心の一撃になるのが大きい。パダーマでこれで150から170いけるもん。確定確約されるんで、うーん、されてないされてない、すぐ裏切ってくる。そこももう慣れたね。そこももう慣れましたよ。すぐ裏切ってくる。は回復役で、まあでも言ってでもこれは結構会心の率が高いと思うんですよこれは。だから高くない、そんな率は高くない。4回やって2回当たったと 50%。 まあでも言ってでもね、結構会心の率がね高いんですよ本当は。本当はで、たまたま会心じゃなかったんですよ2回連続でね。なのでちょっとこれ今回パダーマいきましょう。これは会心ですよ。これいきますよ。あいつアンデッドだから。でも倒したよほら。ある意味会心でしたよね。ある意味会心、ある意味会心。これはよし、やはり強いですね竜族は。テッシー、しかし我が神にはかなわないでしょう。我が神こそこの世の王、今も信者たちの力を蓄えてその姿を表す時も近い。早っ、今の動きティガと同じ動きだな。おっと宝箱、エブライへの道を手に入れた。もう道って手に入れるもんなの。これがあればエブライに自由に出入りできる。牢屋見てないんだけどね。牢屋を見てないんだけど。上は、あ、特にな、あっつ、右がある。あ、右が牢屋ってことか。エブライへの道ってことこれ。違うわ、全然違うわ。このくぼみは何なん？いかにもいけそうですのくぼみ。まあでもこれでエブライのとこに行けば普通に入れるということなんかな。これエンカウントしなくなったな。ここ3個ぐらいいったよね。もう1個いけるんじゃない？あ、いかない。ほら全部戻るわけじゃなくて、ちょっとだけ戻って、先っぽだけね。あ、これが牢屋ってことか。あ、ははは。はい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 。これ全部牢屋って、いやもう牢屋全部無視した。全部無視した。会話聞けなかったね。聞けませんでした、会話。ほら、2個。あと2つぐらいありそうだね。ダメした。ああ、もう終わってる感じか。で、まあいいや、もういいや。もういいや。あ、でも宝箱あるかもね、これ。これ3つ目。ああ、で、3つ牢屋があるってことか。ほら言った、あった、ナイススネークスタック。これリンプーの武器。やったやったぜ。おい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 。で、ここ最初のとこだもんね。だから4つ部屋があって、4つ目がマンソンでしたっけ。肉の万世みたいな名前の。そこで、おっつ、あれマンソン、あれあなた方は神聖なる教会で何をなさっているの？いや。ティガあはははは。あ、びっくうわー、うわ、やる。ばあ、私だよ。めっちゃかわいい。テッシ、マンソンをやっつけたんだね。エブライへの生き方は分かった。お、道手に入れた。ティガ面白い。うまい。めっちゃうまい。びっくりした。めっちゃうまい。神父の服を見つけたんだよ。私はシスター。あとはみんなで信者のふりをして大教。そういうことか。それの練習もあったの。素晴らしいね。すごいね。いや、でも今の演出うまいよ、ティガー。いや、すごい。エヴァの教えを勉強しておけよ。これ何の振りだこれ。勉強しとくんかリンプ。ああ、ドラゴンの紋章出た。ねえ、テッシー。私がティガとくっついちゃったの怒ってる？いや、もうくっついてんかい。いや、全然。ああ、別に、ああ、違うんか。そっか。あれ、ティガの奥さんにはならない。ティガ、触れて、悲しいな。そのうちみんなのとこに戻るから、みんなにもそう言っといて。あら、違うってわけじゃないけど、まあ、それによって、ドラゴンの道がってことね。ティガ、いよいよだな。ティガかわいそう。ということで、まあ次回乗り込む形になるんだけど、ティガはね、気持ち知らないと。まあちょっと切ないけど、次回大教会に乗り込んでいきたいと思います。次回をお楽しみください。テッシーでした。